太刀の切れ味を鮮やかにいたしましょう。堺家に伝わる宝刀、素晴らしい一品です。見ただけでわかるのか。私には刀の顔がわかるのです。人と同じくそれぞれ違うのですよ。堺様、素材をお持ちくだされば喜んでその宝刀を鍛えて差し上げましょう。鋭さと切れ味が増しました。お待たせしました。きっとお気に召します。お待たせしました。きっとお気に召します。また頼むぞ。またいつでもお越しください。どんな鎧でも結構です。鎧を仕立て直しましょう。きっとあなた様をお守りしてくれます。なんか壊せるものは全て壊してるみたいね。どこから対馬を攻めるべきか。猛虎弓を見て差し上げましょうか。私ならばあなたの弓の力を引き出せます。それは頼もしい。ぜひ見てくれ。もったいないお言葉。では素材をお持ちくださいませ。その後は私が。申し分のない出来でございます。これでハヤブサをも落とす一夜を放てるでしょう。こちらでいかがでしょう。これでハヤブサをも落とす一夜を放てるでしょう。申し分のない出来でございます。助かった。ご遠慮なくご覧ください。皮を分けていただけたらお返しに何か差し上げましょう。役に立ちますよ。これほどの品はありません。お役に立ててください。これほどの品はありません。役に立ちますよ。これほどの品はありません。恐れながら数が足りませんね。役に立ちますよ。あなたのご武運を願ってますよ。
たか、お助けを。ムクロだ。誰が殺した？恐ろしい侍です。奴は重則の試練一戦について教えろとわめいていました。答えを得られぬと知るや怒りに任せ切りつけたのです。答えとは何だ？見当もつきません。語りを聞かせろ。狙いを見定める。対馬に人の移り始むるほど異様な雷と大風島を襲いけり、雷の満ちたる土より稲妻の獣いでたり、獣さがあらければ里にて暴れ破壊の限りを尽くす。早くて防ぐことをあたわず、かの稲妻の獣を果たしあたう者あらば重則のみぞとて、義時対馬第一の早業の武者を頼みけり、重則刀を持って余人に遅れを取らず、編み出したる秘剣を試練一戦と称す。人の眼にて見ることあたわざる技なり。重則は村の獣を釣り出して小松ヶ浜へ誘いたり、砂が捕らえる獣足、獣二人と渡り合い、稲妻に砂は灰となり、木は炭となる。心とばかり重則は試練一戦なりぎりで、最後の獣が発るほど雨雲さりて空は晴れ、対馬は子供なかりけり。その後重則隠れすぎていで会う者もまれなり、類なき勇と腕とを示しし者のみに試練一戦の奥義を伝う。大風来たる時刀を重則のいおりに捧ぐ。ありどころを知る弟子のまた獣シーゾケンとの思いなればなり。犯人の狙いは重則の技の得得、そやつに渡すわけにはいかぬ。どっちへ行った？女が橋の方へ逃げると、そやつも始末をつけさせねば。王子が言っていた橋、鳴き声がする。どこだ？お侍様、みんな殺されちゃって。犯人を見たのか？知り人でした。古賀安平。聞いた名だ。槍川家の老頭だな。顔はわかるか？忘れたくても忘れられません。ついてこい。橋の向こうに足跡があるはずだ。蹄の跡、急いで逃げたのか。古賀について他に知っておるか？幾年も前に槍川家に仕えていたことしか。槍川家は反乱の後離散し、家臣も追放されたはずだ。古賀は対馬を離れ蒙古襲来の折に戻ったとか、その後のことは分かりません。いずれにせよ、あのような所業は許さぬ。この先敵陣があるようだ。蒙古だ、隠れろ。
samurai called Hoss Nakusan. Tishe. And have us have. が安平という者を追っておる。さっきまで矢倉におりました。まさか猛虎と。はい、ですが言い争いを。重則という言葉は聞き取れました。矢倉を調べる。新手が来る前に身を隠すがよい。何をしておった。白い歯、稲妻で色が抜けたかのようだ。重則の話は猛虎にも伝わっておる。古賀は法師の語りと比べたのか。試合場だ。これを探しておったか。古賀はいずこかで試練一戦を伝授されるつもりだ。この近くに白い葉をつける木があります。そこが行き先。助かったぞ。安全な場所へ逃げろ。承知しました。あのけだものを倒してください。白い葉の木を見つけねば。この葉を集めたのか。もうやめてくれ。これ以上は何も知らないんだ。人のうめき声だ。Legium Harsinta. This is the honor final, Mr. Dir. Thirteen. は猛虎を連れた男か、うん、祖父から試練一戦を授かるため連れ去りました。祖父の命が危ない。行き先は。祖父の稽古場、小松の海岸にあります。どうか祖父を。
得させるわけにはいかぬ。試合場に違いない。古賀は何をしておった。古賀め、なぜ殺した。いつからあるのだろうな。足跡だ。新しい。古賀康平、槍川の狼藉者め。昔のままだな。槍川が焼かれた様をお前は知らぬであろう。この15年もの間、わしは志村を切り殺すためだけに生きてきた。叔父上に会うことはかなわぬぞ。あのじじいから死に際に死殿一線を授かったぞ。その身で受けよう。それは違う。この場で見極めておる。技のみでは俺には勝てぬ。ここで死すべき方ではなかった。ここで死すべき方ではなかった。対馬を守るためにのみ試練一戦を使うとお主に誓う。
堺様。賢治、何をしておる。ちょっと厄介事がありましてね。何をしでかした。いやいや、猛虎があっしらの飯を奪うんですよ。米、栗、魚、すべて持ってかれてもう腹ペコ。あっしらだと。お前の畑なのか。あなたの言葉が忘れられなくて、ここの百姓の手伝いをしてるわけですよ。猛虎の野営はどこだ。数日に一度来ては食い物を奪って去っていくので分かりません。待ち伏せするか。それがですね、人質を取られてるんです。もし食い物を渡せなけりゃ。何か手を考えねば。手はあります。お嫌いでしょうけど。まずは見て決めるとしよう。お見せしましょう。食い物は浜に置く決まりなんです。この食料はどこから。畑や空き家から集めたり、釣りや狩りで奴らを食わせるために頑張りましたよ。そもそもお前はなぜここに。あなたの仲間だと知られてからどこもかしこも危なくてね。偏僻なとこなら安全だと踏んだんです。猛虎にある食料です。でもこの樽だけは空っぽ。お前の策とは奴らを怒らせることか。まさかまさか。この大きさなら人がすっぽり入れます。鎧を着た勇ましいお侍でもね。俺よりふさわしいのは調子のいい酒売りであろうな。この樽猛虎の野営に行っちゃうんですよ。その後誰が戦うんです。あっし、あなた。お前とおるといつも何かに入る羽目になるな。名案でしょ。お前の息と同じ匂いがするぞ。まだ酒が残ってましたかね。あ、酒井様、来ましたよ。おでけん、たるけんだ。あ、そうだ、全部やる。ほら、持ってけ。バスター、モリガブ。待て待て、あれは見よ。見よは俺の馬、俺の。なだまたす、モルピクニックボッソ。あいた。まさかうまくいくとはな。ネギヨン。信じられん。助かったぞ。食料を村に運び、ケンジに知らせてくれ。ケンジ、あの野郎、今度会ったら一発殴ってやる。どういうことだ。全てあいつが撒いた種なんです。猛虎と取引しようとするから。ああ、酒井様、さすがの腕前。ケンジ、バカで間抜けで飲んだくれのダメ男め。ここは俺が
訳を話せ。猛虎に食い物を売ると言って藁と木くずをやってみたんです。儲けるためか？畑を守るためです。まさか気づかれぬと思ったのか？こんなに早くは。思っていたよりすぐにバレて村の門が捕まって、食い物を渡さないと殺すって。人の役に立てと焚きつけたのが間違いか？え、いや間違いだなんて言わないで。役に立てます。ただ練習が足りなかっただけ。人の命がかかっている時に練習などと申すな。肝に銘じます。村の中の者が危うくなるぞ。猛虎は年寄りを痛めつけてるんです。ある捕虜が逃げた罰として。痛めつけて何になる？で、どこに囚われた？一人は神社、あとの二人は家の中に。いかにして入る？門は開かぬぞ。正門の近くに隙間が、子供が通れる大きさです。俺が忍び込もう。肩がつくまで隠れていろ。恩に来ます。请哈罗，有位，白丽莎。地の鍛え方を教えろ。断れば首を切り落とす。ビキソルッパイ。何言ってやがる。何も言わないから
もう許してくれ。まずは奴らだけ辛抱してくれ。オンに行きます。ここで死ぬかと思いました。動けるな。モーコの掟を受け入れれば大ハーンもお許しくださる。拒めば罰を下す。モーに鎌殺。何が望みだ。逃がしてやる。村長か。いかにも。もうこの掟を受け入れねば村の者を皆殺しにすると脅され諦めるところでした。よくぞ耐え抜いたな。安全になるまで隠れていろ。村のクスシも神社で猛虎に捕まっているはず。頑固者なので怒りを買っておるかも。
お侍様。安心するな、行け。お侍、この縄を切ってくだされ。もう安全だ。鷹という鍛冶屋のようにわしも殺されるかと思いました。鷹は村から逃げた。安心しろ、しばらく身を隠せ。手当てしろと言われたのですが。断ったのだな。しばらくここに隠れておれ。命を出す者が死なねば村は平和になりません。奴は村長の家にいる。締めたな。もうこの掟に従えばこいつらは苦しまずに済む。愚かな嘘をつくな。死をもって償うがいい。その首俺が切り落としてやる。熱く